はい、それではここからは天地行列と特殊な行列について説明していきます。教科書は24ページです。まず天地行列ですけれども、これ A 号 M 行 N 列の行列にしたときに、こう行列の成分をパラッとこうひっくり返したような感じですね。IJ 成分が A の JI だから、その元々の A の IJ 成分を新しい行列は A の JI 成分に持ってきたという、行列を A の天地行列と言います。で、記号としては、理学系ではよくその A の左上に小文字の t を書くんですけど、工学系だと割と A の右上に大文字の t で書く場合もありますので、いくつか記号の書き方がありますので注意してください。で、ちなみにこの、t の字はですね、ローマ字の天地と思いそうになるんですけど、ローマ字の天地ではなくて、英語のトランスポーズの t です。で、天地行列については次の性質が成り立ちます。まず、A と B が共に、M 行 N 列の行列のときには、A プラス B の天地行列というのは A の天地行列と B の天地行列の和になるというのがあります。次に C がスカラのときには、A の C 倍の天地行列というのは A の天地行列を取ってからスカラ倍しても等しいです。で、3つ目に A の天地行列の天地行列を取ると A に戻ります。で、4つ目として、A が M 行 N 列で B が N 行 N 列のときに、この性質は結構よく使うんですけど、A と B の天地行列っていうのが、B の天地行列かける A の天地行列となって、その積の順番が変わるんですね。これに注意してください。で、まあ、その最後の性質のヒントなんですけれども、A かける B の天地行列の、IJ 成分っていうのが、その元の AI の JIAB の JI 成分になるということから言えます。この場合は、そうですね、AB の JI 成分っていうのを、A かける B の JI 成分っていうのは、A の J 行と B の I 列の積の和なんですけれども、これ実はその A と B と A をこう天地にペラッとひっくり返してがこう重ねてみると、この B の第 i 列っていうのが B の天地行列では第 i 行になっていて、A の J 行っていうのは A の天地行列では第 J 列になっているということから、これ一緒やなっていうことに気づくと思います。ので、ちょっと時間ないので先行きますけれども、これもちょっと皆さんで後で確認しておいてください。はい、次に対称行列と交代行列ですね。まあ、これは言葉だけですので、言葉だけ説明しておきますと、その A の天地行列が自分自身に等しくなるような正方行列を対称行列と言います。また A の天地行列が自分自身のマイナス1倍になるような正方行列を交代行列、もしくは Y 対称行列と言います。で、対角行列ですね。対角成分以外がすべて0であるような対称行列のことを対角行列と呼びます。この場合は、その対角成分というのはこの A の II の成分ですね。ここ以外がすべて0の行列のことを対角行列と呼んで、このダイアグの A1、A2 から AN と書く場合があります。この場合のダイアグっていうのは、英語のダイアグナルの略ですね。こう斜めっていう意味のダイアグナルの略です。それからさらにスカラ行列というのもありまして、その対角行列の中で、その対角成分がすべて等しい行列ですね。これをスカラ行列と呼びます。まあ、そういう名前もあるということです。覚えておいてください。で、次がですね、命題なんですけれども、これ、例題の1.3というのがありまして、この A ですね、N 行、あ、N、N 次正方行列 A がですね、すべての N 次正方行列 X に対して、A かける X と X かける A が等しい場合に、実は A はスカラ行列になりますよと。スカラ行列は何だったかっていうと、対角行列で、しかも対角成分がすべて等しい。
対角成分以外の成分は全部ゼロと、そういう行列になりますよというのがスカラ行列の、定義なんですが、まあ、そういう行列になるということなんですね。でどうしますかね、ちょっと時間、まあいいや、じゃあせっかくですからやりましょう。で証明がですね、この教科書25ページの例題 1.3 というところに書いているんですが、まあ個人的にはこれエレガントなんですけど、やや技巧的かと思いますので、もう少しオーソドックスな発想による証明をちょっと説明したいと思います。ここで説明する目的は、その例えばこれこれの時に A はスカラ行列であることを示しなさいって言われた時に、何をもって A がスカラ行列であることを示すかっていうところですね。それをそういう時に数学の証明ではどういうふうに証明をするかっていうのをちょっと紹介したいと思います。なお教科書の証明はですね、一応講義ノートにも書いておりますので、興味のある人はそちらを参照してください。で、まあ、数学の命題を証明する際のその道筋の付け方の例なんですけれども、まずスタートとゴールを明確にするということがポイントかと思います。で明確にするというのはどういうことかっていうと、例えば今の命題ですと A はスカラ行列であるって言われたときに、じゃあ具体的に何を示せばいいかっていうのをはっきりさせるってことなんですね。でそれでそのためにはスカラ行列の定義に返って、スカラ行列何だったっけっていうのを成分ごとに考えてみるわけです。でスカラ行列 の, 条件は2つあって、1つは対角成分が全て等しいですよと、 A の11から A の NN が全て等しいと。でもう一つは対角成分以外の成分は全部ゼロですよと、A の IJ、A の IJ は I と J が異なれば全部ゼロですよと。だからこの性質を示せれば A の成分に関してですね、この性質を示せれば A はスカラー行列ですということが示せるわけです。一方でスタートですね、これスタートはどういうことを考えればいいかっていうと、まず全ての X に対して AX×XA が成り立ちますよっていうことが、まあ、今与えられてるんですね、仮定として。でそこで何をするかっていうと、結局その A の成分について何か言いたいので、このやることとしてはこの A×X の IJ 成分と、それから X×A の IJ 成分を比較して、でそれらが等しいときにどんな性質が成り立ちますかっていうことを探ることで、最終的にこのゴールの性質を示すという方針で証明をしていきます。ここまでいいでしょうか。で、そこで、最初にですね、その A×X の IJ 成分と X×A の IJ 成分を、まあ、共にこう求めていくわけですね。で、そうしますと、一応行列の積の定義から A×X の IJ 成分っていうのは、この A の IK×X の KJ の、まあ、積の和ですよって表されて、であと逆に X×A の IJ 成分っていうのは、X の IK×A の KJ の成分の積の和ですよっていうふうに表されます。まずこういうことをやってみるわけですね。で次に今 AX と XA で行列は等しいということですから、この AX の IJ 成分と XA の IJ 成分は等しいっていうんですね。ですので先ほどこうやって展開して求めた AX の IJ 成分はこれでした、一方で XA の IJ 成分はこれでした、だからこれは2つは等しいんですよということで、じゃあこれ引き算すれば0になりますねっていう、まあ、こういう式をまず導くわけです。まあ、2つの行列の成分等しいですからね、引き算すれば0になります。で、じゃあこれだけ見ててもちょっと埒が開かないから、じゃあこの式を頑張って展開してみましょうと、展開します。そうすると、まあ、大変ですけど、こんなふうにこうバーッと式が出てくるんですね。でそれでよく見てると、実は A の II、X の IJ っていう成分とがですね、ここに2箇所出てくるんですね。でこれここの2項は X の IJ でまとめることができるなってことで、X の IJ についてまとめると、この上の式がこう下の式のようにこうバーッとまとまってきます。でここで何が言えるかと言いますと、で今はそうですね、これが全部0だったんですね。XA と AX と XA が等しいということで、今
立てた式はこの成分のこの引き算がゼロって言ってるので、この式ですね、この式がどんな、どういう条件に対してゼロかっていうと、どんな xij が入ってきてもゼロでなければならないっていうんですね。どんな xj、x の ij っていうのがどんな値を取ってきてもこの式はゼロになってなければならないと。そういう時はどういう条件、どういうことときかっていうのを考えてみると、まず、一番上にある AII と AIJ のマイナス AIJ、AII マイナス AIJ というのがあるから、ここがゼロになっていればまずいいということになりますね。そうすると AII と AJJ は等しければいいですよということがまず言えます。であと残りの A の IJ というのは全部ゼロになってないとこの式は必ずゼロになるとは言えないわけですね。どんな xij が入ってきてもこれこの式ゼロにならなきゃないから、そうするとここから言えることは a の 11a の22っていう対角成分は全部等しいよと。で残りの a のそれ以外の a の ij は全部ゼロになってますよっていうことはこのことから言えるわけです。よって a はスカラー行列であると。ということで結論付けられます。ということで、こういう形で証明を行うという一つの例を示しました。で、演習の授業の役割っていうのはこういう形での証明もですね練習してもらうという意味もあります。講義ではなかなか僕が説明してですね、多分初めて聞くとなんじゃそりゃで多分終わってしまうと思うので、多分それは皆さんでもう一回自分でもう一回考えてもらう必要があるんですね。でそれを具体的に問題を具体的な問題を通してやってみて、で分からない時にこうまた質問をしたりするっていうのが演習の授業の目的の一つでありますので、ぜひそういう時にそういうことにこの演習の授業を活用してほしいと思います。はい、それから全ての正方行列は対称行列と交対行列の和に、一時的に表されるっていう命題もあります。これは教科書の26ページの例題の 1.4 ですね、はい。でこれは実は2つのことを言っていて、まず1つはですね、その任意の、全ての行列に対してある対称行列と交対行列が存在して、その行列が対称行列と交対行列の和で表されます、和で表されますよっていうことを言っています。これは存在に関する性質ですね。でもう一つは一時的にっていう性質なんですけども、こういう組み合わせがあればそれは一種類しか取れないっていうのは一時的っていう性質ですね。でこれ数学ではどういうふうに言い方するかっていうと、今この行列 X に対して対称行列 A と B があって、で X は A と B の和で表されていますよっていうことはまず言えてるんですけども、もしこれとは別に A' と B' っていう行列があってですね、 A' は対称行列、 B' は交対行列で X イコール A' と B' っていう別な表し方があったら、実は A' は A に等しくてB' は B に等しいんですよっていうことを言って、いうことでこういう性質を満たす A では B は1種類しかないっていうふうな示し方をします。ちょっと今日はお話だけで、なっちゃいますけれども、数学ですとその一位性っていうのを示すときにはこういうことを示し方をするということもちょっと覚えておいてください。はい、それから上三角行列と下三角行列というのがあります。でこれは行列 A が N 次正方行列で、これが上三角行列であるとは、この対角成分がその上だけが非ゼロで、対角成分より下の成分は全部ゼロですよっていう行列ですね。逆に下三角行列は対角成分より上の成分は全部ゼロですよっていう、そういう行列っていうのがその定義です。一応注意としまして、A が上三角かつ下三角であれば、
まあ、A は対角行列であるということも分かります。はい、ということで、ちょっと時間的にこう厳しいですね。はい、あとそうですね、行列のブロック分割とそれから正則行列の部分の説明が残ってしまいましたが、ちょっと時間の都合でじゃあこの行列のブロック分割と正則行列のところは次回に回したいと思います。それで必要な人はまたこの辺も復習してきてください。はい、ということで今回第4回ですけれども、行列の乗算演算の中で情報について行いました。で特に行列の積の結合法則、分配法則の性質を説明、証明を説明しました。それから点地行列と対称行列、交代行列について説明をしました。で行列のブロック分割と正則行列は次回に回します。で次回ですけれども、今回説明できなかった行列のブロック分割と正則行列を学びまして、今度第2章に進みます。と一つ注意なんですけれども、第 1.8 節ですね、第1章付録というのがありますが、集合とかあと写像の概念ですね、これ実は数学リテラシーで扱っている内容ですので、もしかすると履修してない人もいるかもしれませんが、ここはスキップしますので、数学リテラシーやってる人はそういう復習してもらう、やってない人はやってる人がちょっと適宜教えてもらう形で進めてください。で次回は第2章の連立一致方程式と行列のですね、行列の基本変形とそれから逆行列の計算に進みたいと思います。それでは以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。